エネルギー波が揺らいでいます。このリメインズ内部に強力なモンスターがいるかもしれません。武器防具回復アイテムなどの準備を整えて、くれぐれも慎重に探索してください。頼むから、なんかいいもの落とせよな。勝ったな。新しいゾーンへの侵入を確認。このゾーンに出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報は戦歴コマンドからウォンテッド情報を見ることでいつでも確認できますよ。エネルギー波が揺らいでいます。このリメインズ内部に強力なモンスターがいるかもしれません。武器防具行くぞ。警報は鳴ったが何も起こらないようだな。本来は警報を聞いた兵士たちが駆けつける仕組みだったのかも。でも彼らは皆死んでしまってるから。何も知らない者が普通に操作すると必ず警報が鳴る。これはそういうトラップのようですね。とすると考えられる操作は、どちらかを押しながらもう一方を押すか、あるいは両方同時押しか。
です。無理に浴びようとすれば不測の事態が起こる可能性があります。今はとりあえず諦めましょう。何か手がかりがないかこちらで記録を調べてみます。大丈夫か？お腹減ったよ。彼女も生きてるのね。素敵。この装置は当時すでに希少な存在になっていた家畜やペットを保存するためのものようです。なんでそんな機械の中に。やつ一体何者なんじゃ。え、あんた誰。俺は通りすがりのモンスターハンター。これでも遊歌舞伎の看板女優だったんだよ一瞬。でどうなったの。勝ったんだよね防衛軍。防衛軍、歌舞伎座にもノアの軍団が攻めてくるって。防衛軍の兵隊さんたち大騒ぎしながら出撃してったんだけど。まさかこの子、東京藩校の時代からこの機械の中で眠ってたってこと。マジか。じゃあこやつはわしらよ年上。確か図書館から運び込んだ本の中に遊歌舞伎についての記述が。調べてみます。防衛軍を受けたらしい。生き残った兵隊がいたとしても死にたいというユートキオが壊滅したのは今から70年か80年も前の大昔の話だから。嘘でしょ。そんな嘘。じゃあ歌舞伎座は、歌舞伎座は今どうなってるの。人類の文明を壊滅させた伝説の大破壊は10年以上続きました。その間、東京の地下では密かにユートキオが建設され、東京藩校の準備が進められていました。東京藩校が開始されたのは大破壊の末期であったと推測されます。その頃、銀座隧道に地底劇場が完成して好評を博したと記録があります。それが歌舞伎座で遊歌舞伎と呼ばれる出し物が上演されていたと。役者は圧倒的に不足しており、お世辞にも
歌舞伎と呼べるようなレベルではなかったようですが。とするとあの子が本当にその夕歌舞伎とやらの役者だった可能性は否定できないわけね。心拍や発汗などバイタルは安定しています。真実を語っている確率は高いかと。あやつがあの装置の中で70年間眠っていたとして、あの尻尾は、あの立派な尻尾についてはどう説明する。バカ野郎ってか。礼儀ってものをわきまえろよ、キザ野郎。なんだ、やんのかこれ。私なんかよりイティカちゃんの方が可愛いと思うけど。あ、そう。面白い存在になりそうね、あの子。見た目も言動も子供っぽいけど、わざとそう振る舞って何かを隠そうとしてるような、そんな気がする。先の野郎、ほんとムカつく。てめえ以上にムカつくぜ。でもよ、あの尻尾女結構かわいいな。どうせてめえみてえな陰気なタイプはトニーみてえなのが好みなんだろ。か
彼女が本当に大破壊時代の生き残りだとしたら、それってすごいことだよね。君といると面白いことが起きそうな予感はしてたけど、まさかこれほどとは。君を抱きしめてキスしたいくらいだよ。おそらくあの装置と溶液は代謝を極限まで低下させる仕組みになっていたものと思われます。それでも70年もの保存を経て健康な状態を保っているのは驚きです。人間離れした生命力ですね。尻尾は生えとるが、おなごに間違いなかろう。でかしたぞ。何はともあれ、生存者がまた増えてくれて嬉しいわ。巻きつけ型の構造に、とにかくおいらトニーのことが好きなんだ。結婚してください。子供を作れってこと？そうしないと人類が滅びるから。違うよ、そういう意味じゃ。私とセックスするのは自分だって宣言したいから。みんなの前でこんなことするの？違うってば。オイラはただ、ふられてやがら、笑えるぜ。うるさい、黙ってろ。なんだどこら、俺に指図すんじゃねえ。ごめんなさい、私。待ってよトニー。いきなりみんなの前で結婚してくれはまずかったわね。最初は二人きりの場所で彼女の気持ちを確かめて、それからじゃないと。そうなの？でもあの本にはそんなこと書いてなかったよ。人生とか恋愛とかってのはね、本に書いてあるようにはうまくいかないものなのよ。じゃあ本なんか読む意味ないじゃん。それがまたそうでもないの。そこが面白いところよ、人生も本もね。もう
寝てるの？いないのかな。こんなところで何やってるの？それはこっちが聞きたい質問だ。私はあなたを探しててやっと見つけたとこ。星が綺麗ね。俺に何か用か？あれからずっと考えてたんだけど、私どうしても誰かとセックスしなきゃいけないのならあなたがいい。あなたとなら嫌じゃないよ。命の恩人だし。やめろよそんな話、聞きたくない。命の恩人じゃなかったとしてもあなたがいい。やめないなら俺は帰るぞ。やめるよ。やめるから。もう少しだけこのままでいて。なんだよ、あ？なんか文句あんのか？状況を理解するために聞いておきたいんだけど、あんたとトニーってできてるわけ？なるほどね。そうくるか。あら、あの時のキス結構良かったわよ。ひょっとするとそっち方面にも才能あるんじゃない？アンブレラ計画が実現するかどうかはあなたの肩にかかってる。頑張ってちょうだいね。したコンテナを開ける特別な鍵については今のところ有用な情報を得られていない状態です。残る3つの工房跡地を調べれば何か手がかりが得られるかもしれません。調査をお願いします。一刻も早くシェルブールを完成させてアイアンベースにシールドを。